ももちゃんでございます。今回はですね、良い叱り方と悪い叱り方をね、ご紹介したいと思いますが、まあ、やり方、ね、いろんな方法がございます。まあ、中でも、まあ、一応基本でございますね、それをご紹介したいと思いますね。基本でございます。まずは良い、叱り方をね、でございますけど、まずは無視をするね。わ、これ無視。ワンちゃんですね、群れで生きる、まあ、生き物なんですね。まあ、家で中でも、まあ、外でもね。でこうリーダーである飼い主さんがこう無視をするね。無視をされるとすごいショックを受けて嫌がるんですね。嫌がるんです。でワンちゃんがね、こうしつこくなんかこう要求してきたり、ね、吠えてきたりとか、だからやってやってとか、ああでこうでやってとかね、で声をこれ上げるよりね、ダメでしょそんなんやらないとかね、こう声を上げるよりですね、無視をした方が効果があります。これがまず一つで、二つ目ですね、はっきり一度だけね、こう叱るね、言葉で伝えるときはですね、ワンちゃんがこうしてはいけないやってる瞬間をね、こうなんか、ダメだよと、注意の言葉をかけるですね。まあ私の場合はシッとやったりしますが、一応反応しなくていいよ。で、いつもこれで叱ってますね。ちょっと反応してますけど、まあノーだとかね、ダメとかいけないってね、こう短い言葉でね、こう短い長い言葉じゃなくてね、短い言葉ではっきりとね、一度でこう言ってあげる、ね、でそうすると伝わります、ワンちゃんね。よくですね、ドッグランとかに行かさせてもらうとですね、まあちょっとね、叱り方がね、分かってない方だとですね、よくこういう風にあります。あ、ダメでしょね、ほら吠えない吠えないダメ、ね、もうどん男性も女性も大体こういう風にね、やる方がいらっしゃるんですけど、ワンちゃん全然聞かない、ね、言葉が入ってこないんでしょうね、飼い主さんの言葉が、まあ、周りにもちょっと恥ずかしいからとかっていう、そういうですね、ことがあると思うんですけど、で声がトーンがねちょっとこう弱々しいとか、何回も連呼するとかあるんですけど、それを気にしたら全く通用しませんので、はっきりですね、もう周り聞こえようがちゃんとシッって言いますね、はい、私外でもやってます。散歩中でもですね、なんかこういたずらしたりとかね、命令違反したりとするとですね、響いてでもやりますね。はい、次にですね、こう音などで驚かせるね。ワンちゃんこうしていけ、ちょっとごちゃごちゃ見て、ごちゃごちゃ、ワンちゃんですね、こうしてはいけないことにこうね、最中にやっぱりこう気づかれないように、まあ大きな音を立てて、天罰のようにね驚かせる、まあ驚かせるだけですよ、害を与えるとかじゃなくて驚かせるですね。まあ音の出るものでいいと思います。まあよくねありがちなのが、なんか新聞紙丸めて地面パーンと叩くっていうんですけど、あれはですね、実際その行動が見えてますんであんまりよろしくないですね。こう叩くっていうイメージがワンちゃんについちゃいますから、こうやって叩いてるイメージが見ますからね。だからあんまりねよろしくないので、まあ、気づかれないところで、何か音を立てると、まあ指パチンと鳴ったり、まあ私ちょっと慣れませんのでこれあまりよろしくないんですけど、まあ私のやる場合はシッってこうやってやりますね。ね、すごいびっくりしましたね。はい、見てないとこで鳴らしますんで、で、その新聞紙みたいにこう、なんかワンちゃんからすると狂気的なものもね私は持ってませんからね。で、叩いた瞬間に次にそのダメというだとかね、まあいけないしとかノーとかね、注意する言葉も混じるというやり方でございます。これやるとですね、同じ効果が得れます。これ習慣化していくとね、叩いて注意の言葉をするとね、まあ、飼い主さんもこうどんどん慣れていきますんでね、叱り慣れてきますね。言葉にもね力が、出てきますので、最初なかなかね、注意
する言葉をね埋めつけることがなかなかできないよっていう方はね、まあ、大きな音を立ててから注意の言葉をね続けて言う、ね、まあ、関連させるんですね、ワンちゃんに。はい。で、まあでもね、これね何回もやっちゃいけませんよ。ワンちゃんが興奮したりとかねしてる場合に一回やるだけですからね。何回もやったらもう飼い主さんのことちょっと怖くなってしまいますから、一回やって注意するだけでいいです。二回三回やりません。一回だけです。はい。ここまでがまあ良いやり方で、ございますね。次にですね、悪いまあ叱り方についてお話しするんですが、これもですね、まあよくやりがちですね。ワンちゃん興奮してますね。何かいけないものにかじってるとかね、家具にかじってるとか、その時こう結構興奮状態ですね。うーうーうーとか言いながらかじってる。その時にですね、飼い主さんやり方間違えるんですけど、ダメこれ、ちょっと話しなさいこれ、ダメダメダメってこうやってね、大きな声で言っちゃうね。気分にこう高まってるわけですよ。興奮してるのに大声で言うとですね、さらにヒートアップします。だからこれは NG です。で、何度もくどくど叱るとね、人間じゃないのにねなんでこれあんなことやったのね、ダメでしょ、ああやったらいけないでしょね、なんで何回言ったらわかるのっていう風にね、何回も言ってもね全然わかりません。なんか雑音がごちゃごちゃ言ってんなって不安ちゃんにですね、言われますね。ちょっと VTR 見て悪かった、おもちゃ悪かったね、もううるさいという表情今ちょっと取られちゃいましたね。はい。あとは最後にですね、こう真正面からですね叱るね、こういうふうにね、あともうこう叩いたりね、体をこうグーッと掴んだりね、ワンちゃんが嫌がることはやめましょう。これ体罰になっちゃいますね、ワンちゃんがすると。もう体罰はもう厳禁でございますね。これをするとですね、ワンちゃんがですね飼い主さんに対して不信感を抱いて反抗的になることもございますね。で、これもこうやってやるのはすごい威圧的ですね。叱るじゃないですね、ただ喧嘩売ってるっていうワンちゃんからは捉えられますね。ですんで皆さん気をつけてください。ご参考になりましたでしょうかね。次回もぜひご覧になってください。バイバイ。